ヒヨドリカは、長江スズメモクに属するトガ。モシキ族は、シロガシラ族。アフリカ大陸、ユーラシア大陸南部、インドネシア、セーシェル、日本、フィリピン、マダガスカル、アラビア半島、イラン、イラク体長は15から28センチメートル。頸部は短い。お葉は、やや長く12枚。翼は短く、丸みを帯びる。初列カザキリは10枚で、 一番外側の初列風切りが非常に短い。くちばしは細長く、やや下方へ湾曲する。講子は短い。卵は分厚い殻で覆われる。多匹くた森林や矢口に生息する。集団性が強い。翼が短いため飛翔力は弱く、多くの種は渡りを行わない。植生は植物食で、主に果実、花や花の蜜などを食べるが、 昆虫を食べる種もいる。繁殖形態は卵生。樹状や茂みに植物の葉焼きの枝を組み合わせた巣を作り、卵を産む。雌有交代で放卵を行う。鳴き声が良いので、貝鳥とされている種もある。カゴ抜けしたものが野生化して、作物や生態系に影響を与えている地域もある。果実を食害する害鳥とみなされることもある。開発による、 生息地の破壊、ペット目的の乱獲などにより生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。